N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。明治、キノコの山、タケノコの里、国民大調査2020、47都道府県、キノコタケノコ愛のお返しキャンペーン。キノヤマさん、もしくは竹里ブラザーズをフォローし、リツイートすると応募完了。まあ、毎度おなじみ、キノコの山、タケノコの里のプロレスをみんなで見守ろうというキャンペーンですね。まあ、以前デジタルプロモーションラボでも取り上げたんですけど、国民大調査というキノコの山タケノコの里のアンケート実施があって、まあ、それにプラスしてアンケートを実施してくれる人をさらに探すみたいな大掛かりなキャンペーンがあったんですけど、まあ、それの調査結果が出たということで、その調査結果を元に感謝愛のお返ししたいよねっていうようなキャンペーンになってます。じゃあ見ていきましょう。それぞれの都道府県でインセンティブがあるようなキャンペーンになってますね。一つ選べる47都道府県のギフト、そしてまあもう一つがニックネーム入りオリジナルパッケージカバーと、まあ、47都道府県のギフトがあるっていう理由は、国民大調査で47都道府県別で調査しているわけですよ。この県はどう、この県はどう。で、応募方法はまあ、ウェブで普通に応募するか、フォームに登録していくか、ツイッターでフォローしてリツイートする、まあ、簡単なものになっていると。じゃあまあその内容、調査結果どうだったのっていうのをちょっと見ていきましょう。国民大調査、これがまあアンケートをたくさんやって結果が出ましたよっていうような内容。調査参加数30万人以上、非常に多い参加者があって、さらにまあキノコ愛タケノコ愛が多かったのが千葉県でとか、そういったデータが全てここに出てるわけですね。なのでこのデータを集めてどれだけこう面白い形で見せることができるかというところがここにしっかり書かれているわけです。なんでこういった地図で見せたりとか、あとはまあそれぞれの愛の量のランキングを出していたりとか、さらにはその47都道府県の特徴みたいのも出してるわけですね。福井だったらキノコ愛の深い人物像みたいなのをイラストにして、さらにコンテンツ化していると。ただまあちょっとここまで山梨とか作っているものなので、押すとまあ特徴の結果のテキストが出たりするんですけど、なんかこの画像は他で多分使われるんでしょうね。ここまで作っといてもったいないので、それぞれのキノコの山の都道府県別でパッケージ印刷は無理だと思うんで、まあなんか他のこの後このデータを使って例えば診断キャンペーンとかそういったものをやっていくような気がします。で、その調査回答カテゴリー別の都道府県ランキング、例えばタケノコの里愛し方ランキングだと、愛し方の1位は福井県であるみたいなことが書かれていたり、回答率とかもあるんですね。例えばじゃあ僕が今いる東京、調査データ見ると、食べ方を全て書いてありとか、まあこういった結構なビッグデータだと思うんですよ、ここまでいろいろ調べてやっているってことは。なんでまあそんな回答率があり、調査データベースすべて PDF で見ることができます。162ページ、なかなかボリュームですよ。まあそれに対する愛の量を見たいと考えて、フォロー&リツイートキャンペーンをやっているというところです。まあここまで大きいストーリー、国民大調査っていう大きいストーリーの中でやることで、お客様のロイヤリティ向上、ツイッターフォロー&リツイートっていう簡単なものですけども、ロイヤリティ向上が見込めるんじゃないでしょうか。まあ、何度もやることでビッグデータ化して、それを活用して来年の企画にする。ただそのデータを公開しているということは非常にありがたい話だと思うんですよ。近い競合商品であれば値千金のマーケデータなんじゃないでしょうか。まあ、それも愛があればこそ。これであなたの企画もネクストステージだ。面白いデジタルプロモーションを見つけたらコメント欄でぜひ教えてください。また勉強になったなと思ったら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。